うるさいです、みたいな。もう言い方がもう顔怒ってた。怒ってる。よう僕に声かけたな。相当うるさかったんでしょうね。女性、女性。これはアウト。これはアウト。ないとかね。まあ一回枕の顔に乗せられてたってる。それはうるさいってことですよね。わからんけど、こう乗ってて。はい。はい、皆さんこんにちは。東京美容外科の麻生徹です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。今日はあのいびきで新幹線で怒られた、起こされた、そうそう、起こされたんですよ。怒られた、起こされた、うん、めっちゃひどいらしいのよね、いびきが。俺分からへんねんけど、動画見る限りひどいですよね。あと撮影中、うん、よく麻酔の撮影するじゃないですか、うん、まあまあ響いてますよね。カーってなってるんだ。そうそう、いや新幹線さ、2人席で1人ずつ座るのよね、はいはい、券売機で買ったらダーって詰まってて、はい、誰かの横に行かなきゃいけない。僕はだいたい2人席1人取って、うん、でもなんか最近新幹線がなんか直前まで予約して隣が来ないように消すみたいなやり方する人がいるらしくて、わざと、わざとあれ禁止してほしいよね。意外と乗ったら空いてんねんや。でも分かんないから、もう誰かの横を取ったらもう座るじゃんね、はいはい、でもそれで寝ててんやんか、隣いるわけやん。この人は自分一人のはずって座ってたけど、こんなでっかい俺が乗ってくるわけやんか。それも大体気まずいのに、はい、でもすごい疲れてて、ちょっとこう携帯持ってたけど買って 寝ちゃったのよ、はい、寝た記憶もないのよ、うん、寝てないし、いろいろ考え事してんねんけど、なんかうん、せめてこうしてくれたらいいのになって、まあ、どうやったかわからんけど、僕はもうパッパッパッパンってされたから、あ、結構激しく、結構激しくされた印象だった。印象、あ、だから寝てるかわからへん で、え、何と思ったら、うるさいですみたいな。もう言い方がもう顔怒ってた。怒ってるんだけど、あ、すいませんって言うけど、まあ僕まあまあスキンヘッドで体も大きくて、よう僕に声かけたなと思って、そのこの人もすごいなと思ったわけ。その方は男性で、女性、女性、あ、相当うるさかったんでしょうね。女性、女性、女性でおばちゃんやねんけど、はい、聞いていいですか、乗ってどのくらい経ってたんですかそれ。分からん。でもさ、新幹線なんかさ、東京大阪が長くて2時間半やん。はい、ま、でもちょっと私も隣ですずっとそれを聞かされるのはちょっとしんどい。いや、俺経験あんだよ。俺飛行機でめっちゃ隣の人がはーってやってて、はい、あ、疲れてらっしゃるんやなぐらいで、耳栓症で終わるけど、ヘッドホンだってあるしさ、別に。まあ、そもそも俺ヘッドホンしてたからね。あ、自分は。なんか持ち合わせてないことが多いじゃないですか、ヘッドホンとか耳栓とか。まあまあそうやけど、まあ2時間半丸々寝てるわけじゃないじゃん。ちょっと寝てしまったぐらい許してくれよと思ったけど、いびきの程度がどんなのか見たいとか、はい、ツイッターで言うから。自分で見てどうでした、あの動画。いやあれ隣でずっとやられてたらどうですか。いや、まあ1時間ぐらいと我慢するかな。それ1時間我慢したじゃないですか、その方も。したんかな。15分ぐらいやと思うんで、多分我慢した。その人も寝たかったんかもしらんけど。でもみんなコメントに書いてましたね、これはアウトって。これはアウト、ないとかね。あれ、なんか治療はしないんですか。していかないといけないなと思ってて、うん、もちろん CPAP 僕も使ってるけど、つけたら寝られへんのよね。聞いていいですか、私はいびきはこう寝たら鳴ると思ってたんですよ、うん、この状態でも鳴るってことですか。これぐらいが一番鳴るじゃん、新幹線ぐらいの。あ、鳴るんですかこれ。みたいな。だから起きてる状態だったら鳴らないと思ってました。そんなあの負の感情を向けられることがなかったからショック受けて。でも飛行機でそんなにいびきを聞くことが、ま、あんまないんですけど、新幹線も ないかな、まあ、いびきが多分ダメなんだと。まあ、ご本人もなんかちょっとね、精神的になんかちょっと聞きたくない時だったんじゃないですか。ちょっと仕事をしたかったとかなんか、うんうん、そうやけど、あのこれはまあなんていうの、新幹線とかで他人やからいいけど、はい、これ嫁とか女子とかと仲良くなったらさ、はい、一緒に寝ないといけないわけじゃない。今まで奥さんとかその彼女さんは何も言ってこないんですか。我慢してるみんな。別室にされるっていう感じですよね。ってことは、あ、無理って思ってるってことですよね。まあ一回枕の顔に乗せられてたことになってる。それはうるさいってことですよね。分からんけど、こう乗ってて、はい、死ぬやんか、そんな息できなくて。ちょっと
ちゃかったかもしれないけど、それやられるよりはまだこうやってうっさいってやられた方がいいんじゃないですか。こう普通に枕ポンって乗ってガーンっていうのが寝てる間に行かされるよりそういうの一回ありましたけど、はい、ぐらい多分こうなんかね害ってことじゃないですか、うん、そうそう。あでもいいコメントもあってね、なんて言ってました、このいびきすらも愛おしいって書いてくれてる人もいたから、じゃあその方と結婚したらするしかないよねマジですか、それ毎日それ聞けるんですか、ね、その方。いや絶対違うと思うけどね、あパッてね。でも直さない、みんなどうしてんの。私も多分いびき書いてると思うんですよ、うん、多分分かんないですよね。でも友達と旅行行くと友達が書いてるの気づくし、いやボロクソ書いてるやついるけど、はい、お前がいびき書いてたらどうすんだと思って。なんかあれって若い時ってみんなそんな書かないんです、年取ったら書きます、うんと思うけど、あと太ったりとかってことですよね。そう、お前だって書くんだよと思いながらなんか考えないとね、全く書かない人っているんですかね、うん、いびきの治療のねクリニックの先生とこの間話したじゃんね、はあ、なんか鼻に入れるって言ってましたよ。入れたら止まるって言ってましたね。ああ、あれ鼻に管入れるやつね、はい、新幹線乗った瞬間おー入れてね、人口見ますよね、この人何やってんだろうっていやちょっとねいびき対策をね、はい、していきたいと思います。麻生先生のいびきがこれがこうなったみたいなねじゃあ私たちは夜抜き打ちで撮影しに行っていいんですか。いやまあ、まずいびきのレーザーとかあるじゃない、はい、そういうのをやってみました。あと秘書さんにこっそり取りに行ってもらいました、こっそりその後どうなったかっていうのを、はい、取ってうるさいかどうか、うんうん、やってみましょう、検証ね、まあ、いびき治療やっていきたいと思います。はい、はい、このチャンネルがいいねと思った方はいいねとチャンネル登録の方もお願いします。お願いします。